皆さんこんばんは、ライターの岡田浅です。毎日午後7時から放送しているポリタス TV、 この放送は、今日から1週間後まで無料でご覧いただけます。それ以降はメンバーシップにご登録ください。 YouTube の概要欄にありますので、こちらをご参照ください。今日のテーマはですね、アルゴリズムと差別、ディープフェイク問題ということで、8月末から9月頃にかけて日本でも話題になったんですけれども、韓国でのテレグラムを、舞台とした大規模なディープフェイクによる、性被害ですね、が、起きました。で、それ以外にも、その世界的にアルゴリズムとか、まあ、ディープフェイク、画像生成 AI を使った性犯罪だったり、差別の問題っていうのが、どんどん起きているような状況の中で、少し改めて、これが構造的にどういう問題であるのかっていうのを、深く、掘っていきたいなと思いまして、今日はこの方にゲストにお越しいただきました。京都大学大学院法学研究科の特定研究員の前田遥さんです。前田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前田さんは、ですね、私と前田さんのつながりというか、実は間に西条玲奈さんがいらっしゃって、西条さんの回っていうのは以前ポリタス TV で放送しているんですけれども、こちら今メンバーシップにはなっているんですけれども、そこでも生成 AI だったり、エージェントと性差別、ジェンダー問題について、うん、どういうことが起きているのかっていうのを語ってもらったっていう回がありました。で、その際に、西条さんに私の方から、まあ、こういう問題意識があってみたいなお話をしたら、その際に、じゃあ前田さんがいいんじゃないかっていうご紹介をいただいていて、で、今回のその韓国の件があって、改めてお話をお聞きしたいなと思ってお声掛けしました。光栄です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回前田さん、ポリタスにのご出演が初めてだと思いますので、自己紹介していただきたいんですけれども、どうしましょう？今スライドには簡単なプロフィールを出しているんですけれども、こちらでお話しされますか？はい、そうですね。はい。はい、皆さん、はじめまして、京都大学法学研究科、特定研究員の前田遥と申します。職務では、ムーンショットっていう研究プロジェクトの、アバターというもの、まあ、ものすごく簡単に言うとですね、人間が遠隔地にいる、アバターというか、ロボットだったり、仮想空間上のアバターを操作して、いっぱい働いたり、働きながら遊んだりっていうことを可能にしようみたいなプロジェクトの、一部を研究したりもしています。うん、で、専門としているテーマは、アルゴリズムと差別ということで、人間の差別を自動化するっていうようなことを研究テーマにしています。で、その際使っているのが、哲学倫理学の差別論というものだったりだとか、ということで専門は哲学倫理学ということになっています。まあ、ということになってますっていつも言うんですけど、というのは、学部時代は哲学倫理学ではなくて、社会学を専攻していましたので、かなり哲学寄りではないというか、まあ、哲学倫理学も使いつつ、まあ、調査もやりつつ、みたいな、うん、そういう、色彩になっています。あ、そうなんですね。ということで、いつも専門は哲学倫理学ですということにしております。なるほど。ありがとうございます。もともと社会学から、哲学側に、より理論側にっていうことなんですかね。そうですね。社会学で差別の研究をやろうと思うと、はい、差別行為がどういうふうに遂行されているかというような研究の、うん、問いの立て方になってしまって、そこではその差別行為が何かとかっていうのは、うん、試験ですけれども、あんまりやらないんですよ。あ、何が差別とは何か、そうですね、はい。何が差別なのかっていうことを、何が不当なのかっていうことを直接問えるのは、やっぱりその哲学だったり、うん、いい悪いを考える倫理学の方が、なるほど。があると思います。なるほど。じゃあ、個別のその社会学で、事例みたいなのに当たっていく中で、そもそも定義自体を問い直すところから、そうですね。やった方がいいんじゃないかっていう。その通りです。なるほど。すごくわかりやすいですね。ちなみに今、ちらっと出てきたムーンショットの件。今、ウェブページを、これは、いわゆる、サイバースペースで、人々が、制約なき、コミュニケーションができるみたいな世界観。
そうですね。今流行りのもので言うと、多分VR チャットみたいなやつが一番わかりやすいと思うんですけど、はい。サイバネティックアバターでは、娯楽に限った話じゃなくて、はい。遠隔地で働くっていうことも目標にしています。具体例としては、日本橋の織姫カフェっていはい。う、家から動けない人たちがロボットに接続して、その現地ではロボットが動き回って接客をしたり、働いたりしてるっていう、なるほそうど。いうのもあります。はい。そうですね。病院からこうログインをしたりとか、まあ、ご自あ、はい。宅からログインをしそうです、て、はい。で、実際にこう、ロボットがその人のアバターとなって、はい。接客をするみたいはい。な。なるほど。ありがとうございます。そういう意味でも、確かにその、サイバースペースオンリーというよりは、こう、物理空間と干渉してくるっていう問題で、整理できるというか。そうですね。皆さん、その人工知能とかロボットって言ったときに、今からの遠い未来の話だったり、SF の話だっていうふうに思われる人が多いと思うんですけれども、今はもっとこう、私たちの実生活に、そうと気づかない形で、いろいろ組み込まれているっていうのが現状だと思います。なるほど。ありがとうございます。今日のテーマの、ね、きっかけとなったニュースの紹介に行きたいなと思うんですけれども、直近のニュースで、先ほど冒頭のトークでも、ちらっと触れたんですけれども、ディープフェイク、テレグラム、韓国のテレグラムで起きた、そのディープフェイクの問題ですね。こちらまず、8月22日に出されたハンギョレ新聞の内容なんですけれども、22万人の会員がいる、テレグラムというか、まあ、個別のチャンネルを全部合わせると、そのぐらいの規模になっていたっていうようなニュースなんですけれども、そこの、ルームに入室したら、好きな女の写真を送れと言われて、それを送ると、5秒から7秒ぐらいでその人の性的な、まあ、人権侵害に当たるようなイメージが生成されてしまうっていうようなことが起きたと。それが、若い層というか、その高校生とか中学生とか、そういう人たちが、もう自分のクラスだったり、隣のクラスにいる女の子みたいなのを対象にして、そういうことを行っていたっていうので、かなりショッキングな、ニュースだったんですけれども、で、これについてですね、日本でも、ディープフェイク問題として報道がなされていて、これは9月14日に、出された NHK のニュースですね。で、これも卒業アルバムがディープフェイクの被害に遭ったっていうことから、記事が書かれているんですけれども、ここでですね、どのぐらいの規模で世界的にディープフェイクが問題になっているのかっていうのを示す、事例が出ていまして、アメリカでもその相次ぐ被害が起きているということで、この知っている11%って書かれているのが、自分の知り合いで、そのディープフェイクで、知り合い、他の生徒の裸を生成した人を知っている。自分の知り合いが、その、ディープフェイクで、そういう画像を生成しているっていうのが、11%、10人に1人とかの割合でいるっていうことなんですよね。結構なことだなと思うんですけど。で、今回韓国が、すごく大規模な、事件として報道されたんですけれども、アメリカでも20%ぐらいが、そういう対象になっていて、で、日本でも10%ぐらいが、まあ、標的になっているということが分かっています。出たなっていう感じもあったんですけど、この一連のニュースを聞いて、ディープフェイクの問題自体は、この政治の場だったり、あとは有名人をターゲットにした問題として、その去年、一昨年ぐらいから、報道がなされては来てたんですけれども、まあ、今回の件で改めて、その前田さんがニュースを聞いて、どんな風に感じられましたか？まあ、ついにここまで来たかという感じですよね。やっぱりこれまでのディープフェイクの問題っていうのは、政治家だったりだとか、有名人だったりだとか、そういう人を対象にして、まあもちろん知られている事例の中ではっていうことですけど、なんかそういうのが目立っていたのが、今回本当に民間人の人が対象になったということで、多分その使ってる人たちも多分民間人で、多分いろんな人がいるわけですよね。なので、まあそこまで、技術が
人々の間に広まったっていうことでもありますし、うん、一方で、倫理的な感覚が追いついてないとか、そういうことも示唆していると思います。うん、まあ、ただ、これが新しい問題かと言われると、はい、そうでもないというふうに思っていて、さっき岡田さんがおっしゃったように、はい、ディープフェイクの問題っていうのは、もう2016年ぐらいから、政治家を対象にして、また言われてきてはいることですよね。うん、私ゲームが好きで、はい、スプラトゥーン3っていうゲームをよくやってるんですけど、うん、YouTube では岸田総理が実況するスプラトゥーン3っていうチャンネルがありまして、うん、もちろんその、岸田総理本人が声を吹き込んでるわけじゃなくて、岸田総理の喋り方を学習した AI がスクリプトを読んで、うん、岸田総理が実況してるように見せるっていうものです。うんうん、はい、でも私たちは、岸田総理が、スプラトゥーンするの実況をやるわけがないっていうふうに信じているので、はい、おそらくそうだと思います。現実に、やってる人だっていうふうに信じ込む人はいないと思うんですけど、うん、でも、性的な画像だと、それが本当かどうかは確かめようがないわけですよね。うん、確かめようもないし、実はやっているかもしれないっていうふうに、思う、そのラインをついていると思います。うんうん、なので、そういう意味で、人々の認識を書き換えうるというか、そういうイメージを持たせるような技術だと思いますし、うん、そういう意味では、さっき日本の事例も事例NHK の報道も出てきましたが、はい、別に韓国に限った話ではなくて、うん、日本でも、こういうサービスはあるんじゃないかと思います。うんうん、日本でも一般的に性被害って結構、いろいろ問題になっているところですし、うん、ツイッター、今はもう X ですかね。X では同じようなフェイクウェブが作成できるっていう、日本語で呼びかけるアカウントって実在するんですよ。はい、なので、韓国だけじゃなくて、世界中の国が潜在的に抱える問題なんじゃないかなって思ってます。うんうん、日本でも、公になっていないだけで、個人的にやってる。うん、っていう人はいるかもしれませんし、韓国の場合は、それが大規模に、なされていることが発覚したっていう点で、まあ、明らかになってるから、まだマシという見方さえもできるかもしれません。ああ。そうですね。実際にその日本語で、そのディープフェイクやり方とかで検索すると、出てくるんですよね。ですよね。うん。で、その、人権侵害に反対しますみたいな、それっぽい、注意書きとかをつけて、それでもやっぱり実際にそういうものが出せる、うん、顔だけを入れ替えますみたいな形で、その、サイトへの案内みたいなのがされていって、はい、で、その、それ自体を、その、規制されてないような状況なんですよね。そうですよね。はい、うん、って考えると確かにそうですね。その今回、その報道された方がまだマシっていう考え方もありえますね。まあ、特に差別だったり、人々が、こそこそやるような悪事っていうのは、うん、やっぱりその、発覚しているかどうかと、起こっているかどうかって全然違うじゃないですか。うんうん、有名なところだと、やっぱりその痴漢の被害が本当にあるのかどうか。で、本当にあるって信じてるとか、あった、被害に遭った人がいて、はい、本当にあるっていうふうに感じる人もいるし、うん、逆にそんなのはないんだって否定する人もいますよね。うんうんうん、そうですね。その、ないことの証明が難しいみたいな話で、自分の身の回りにいないからっていう。そうですね。いたとしても、はい、それが痴漢ではないと思っているっていうパターンもありますし。そうですね。確かに。確かに。そうですね。今ちょっと、被害が、まあ、かなり、その、リアリティのラインみたいなお話をされてたので、ちょっと一般の人が被害に遭うっていうのがどういうことなのかっていうのを、実感できるような記事がニューヨークタイムズで、あったので、こちらを先に紹介したいなと思うんですけれども、これは、4月8日に出た記事ですね。これは、ディープフェイクの、プロのサイトが、彼女のイメージを使った。で、それに対して、戦うんだみたいな、内容なんですけれども、これがですね、オンラインのディープフェイク動画の 98% がポルノで、そのうちの 99% が女性や少女を標的にしているという、レポートがまずあります。
で、ブリズリーさんという、当時24歳だった方の体験談なんですけれども、ある日、電話がかかってきて、あなたの、ポルノ動画が掲載されているので、今すぐチェックしろ、みたいな、ことを言われたと。で、自分には身に覚えがなかったので、冗談だと思って、相手にしなかったけれども、リンクを送られてきたのを見ると、実際に自分が映っていたと。うん、で、それに、まあ、すごいショックを受けて、で、警察に行ったりしたんですけれども、で、結局、そのリンクっていうのは、800以上の、その、リンクを貼られた、で、インターネット上に拡散されてしまったっていうような状況があって、で、まあ、こういう経験から、新しい会社を設立して、その、逆探知みたいな形で、その、ディープフェイクを、こう、されていないかをチェックするみたいなアプリをこの方は開発しているっていうようなエピソードなんですけれども、で、これに対してですね、この記事では、その Google とか Bing などの検索エンジンがディープフェイクのポルノサイトに対して、まあ、トラフィックを誘導して広告収入を得ているんだっていうような問題点を指摘しています。で、そもそもそのディープフェイクが作られてしまったっていう人、一つ目の被害と、それが拡散されてしまったっていう二次被害ですね。と、それ、それらを分けて考えたときに、やっぱりこのプラットフォーム、検索エンジンが、負っている責任も、大きいんじゃないかっていうようなことを追求する内容で、まあ、大手の企業っていうのが、この広告収入を優先するために、有名人の被害だけじゃなくて、人々の、広く人々の、この被害っていうのを見ないふりをしてるんじゃないかっていうような内容なんですよね。で、これ先ほど前田さんがおっしゃってた、もうリアリティのラインを超えた時に、まあその人がそういうことをやりそうだとか、これは本物かもしれないみたいなものが拡散されてしまうことの痛みというか、で、それをこう、歯止めが効かないような状態になっているっていう事例だなっていうふうに思います。そうですね。やっぱりその広告収入、まあそれをすれば儲かるっていうのはかなり、なんていうか、まあ資本主義の世界で動いてると、うん、それがルールになってしまうので、うん、他でも結構あると思います。ツイッター、X の上で、なんか差別的な言説が拡散されるっていうことは結構ありますよね。はい。だから多分、それと似たようなことが起こってるんじゃないかなと思います。うんそうですね。ニュースでも、その、クソみたいな、差別的な言説の方が、その、面白がる人が多くて、伸びてしまって、そうですね。はい。で、それが、その、ただ、刺激が強い、味が濃いっていうだけなのに、うん、それを正しいと感じる人たちが、まあ、その、再起的にというか、うん、それが人気であることが正しいことだみたいに、まあ、新自由主義的な文脈で、そうですね。なっていってしまうっていう、うん、結構、マジで地獄っていう感じが。そう、ポルノが儲かるっていう点で言うと、抑圧のアルゴリズムってこの本でも、はい、似たような話をしていると思います。この本はどういう本かというと、はい、Google 検索した時に、ブラックガールっていう検索ワードを入れると、うん、黒人の女性たちのポルノばっかりが出てくるっていう本なんですけれど、うん、この本の中でも、その新資本主義と、はい、ポルノと、まあ、インターネットですよね、の親和性、うんっていうものが、歴史的にどういうふうに形成されてきたか。うん、黒人女性っていう、人々の表象がどういうふうに検索エンジンとポルノの中で、反映されてきたかっていうことを、明らかにしている本で、そういう意味では、インターネットと、まあ、儲、うん、けと、はい、あとポルノ、うん、ということで、しかもそれの、その被害は女性に偏りがちということで、多分いろんな文脈から話ができることだと思います。うん、結構、そうですよね。この本、私もすごく、なんか、何時間でも語りたいみたいな。はい。で、前田さんが解説を書かれてるんですよね。はい、そうですね。ここでも、その、まあ、アルゴリズムの話と、昨今出てきている生成 AI の問題っていうのが、まあ、繋がっていくんじゃないかっていうのを指摘をされてますよね。はい。はい。まあ、ただ、アルゴリズムをどう定義するかは難しいんですけど、アルゴリズムと生成 AI って、なんかちょっと違うなって考えていて思うところもあって、やっぱりその生成 AI の方はイメージそのもの、画像そのもの、文章そのものをこれまでの画像だったり文章なりから、叩き出してしまうということで、
私たちの認識に与える影響ってそれだけ大きいんじゃないかと思います。うん、別にこれまでのアルゴリズムにそういうのがなかったって言いたいわけではないんですけど、うん、生成 AI の方が、まあ、許諾されていないデータを使っていたりとか、うん、その他にも生成された結果は、その、今回のディープフェイクの事態みたいに、その結果自体が人権侵害だったり、うん、女性の被害に当たるっていうケースだったりだとか、うん、その、生成 AI の方が総合的に考えると、やっぱり被害は大きくなりやすいのかなと感じています。そうですね。それが存在すること自体が本人に非常にそのショッキングだし、危機だし、想像するだけでも、なんかそれを誰かが見るっていうことを考えると、それが事実ではないっていうことと、うんうんうん、もう存在してしまうっていう時点である種のその、うんまあ、世界化しているというか、そうですね。はい。現実になってしまっているっていう。知り合いが見たら、はい、この人ってそういう人なんだって思われるリスクまであるっていう点ではやっぱり得意ですよね。うん、そうですね。もう人格を侵食してきているっていう。ディープフェイクに対して、東京新聞で報道されたんですけれども、反対デモっていうのが9月に起きていたんですよね。中国の方と韓国の方で、特に女性が中心となったデモではあったんですけれども、まあ、声を上げて、で、これについては生成するなっていうことと同時に、拡散をするなっていうことを訴えていたっていうのが結構重要だなと思います。で、さらに、こういうことに対して、個人が声を上げることの難しさについても、指摘されていて、ディープフェイク反対だっていうと、なんか自分が攻撃の対象になるんじゃないかっていうような、まあ、本当に数秒で生成できてしまうなら、反対だっていう人の、その対象になるっていうのは全然考えうるというか、考えたくもないですけど、って考えると、その声が上げられなくなる危険すらあるような事件だなっていう感じがあります。で、もうちょっとじゃあ紹介を続けますと、これはですね、続報なんですけれども、じゃあ韓国の国内でどういうリアクションがあったかみたいな話で、この記事ではですね、ハンギョレ新聞の日本版で9月に報道された続報です。で、この中でですね、国民の力、これは、韓国最大の野党で保守系の、政党ですけれども、国民の力のイ・インソン委員長ですね。この方が、まあ、女性なんですけれども、ディープフェイクの性犯罪に関する問題っていうのは、女性嫌悪や男性嫌悪や、そのような問題とは全く異なる個人に関するものであるっていうふうに言っていて、で、まあ、一部の問題にフォーカスしすぎないようにしてほしいと。それが本当に間違っていることなのかわからない中で、単なる友達同士の一つの遊びのようにして入っていって、で、それを利用して、金銭的な利益を得る集団ができたことで、まあ、変なことになっているんじゃないか、ということを言っていると。で、まあ、端的にムカつく発言だなと私は思ったんですけど、まあ、この問題、この発言が、いかに、問題かっていうのについても、同じ記事内で、すでに指摘されていて、構造的な差別、性差別に触れないままで、過ちを犯した個人を炙り出して、共同体から追い出す、まあ、そういう安易なやり方ばかりを繰り返していると、大きな問題が、さらに発生してしまうというですね、この指摘をされたのが、韓国女性団体連合の、共同委員長、共同代表の、キム・ミン・ムンジョンさんなんですけれども、まあ、この団体自体がですね、家族法の改正に着手をされていたりとか、割とその構造的な差別に対して問題意識がある方々なので、まあ、こういう鋭い指摘がすでに上がっているっていうような状態です。でこんな風に、まあ、諸説ありというか、よく言われることではあるんですけれども、こういう問題が起きた時に、プラットフォームが悪いのであって、それを利用した個人は、これが悪いことだって分かっていないからだ、みたいな、言説ですよね。あとは、まあ、単なるいたずらとしてやったんである、みたいなことだったりとか、で実際に、物理的な被害が起きたわけじゃないから、問題ないんじゃないか、みたいなことを言ったりとか、まあ、そういう、被害を矮小化して、
まあ、いじめとかでもそう、そういうことが起きますけれども、で、大した問題じゃないんだみたいな言説が出てくるっていうことに、うんうん、まあ、私はすごい、くそって思ったんですけど、うんうんうん、前田さん、このあたりはいかがですか？その、大した問題じゃないんだっていう言い方は、個人的にはかなり問題があると思っています。うん、それ多分、個人の、まあ、痴漢とか性被害であれば、女性に被害が集中しやすいわけですけど、うん、その人の証言を軽んじるのは、なんかマイクロアグレッションの、うん、一つだったりとかすると思うんですね。ちょっと正確な名前、マイクロインバリデーションだったかな。マイクロアグレッションの本に載ってますけど、はい、それは、正当な理由なく、うん、その人の、性的指向だったり、性別だったり、うん、そういう特殊な経験、うん、一種特殊な経験を矮小化するっていうことの、悪さを、明らかにするような、そういう話だと思います。うん、で私は、社会調査も少しやっているんですけど、はい、そこでは、人工知能による差別、アルゴリズムの差別を、うん、どういう人が差別だっていうふうに感じるのかっていうことも調査しているんですが、うん、そこだと女性の方が差別だって感じる傾向にあるんですね。なので、さっきの韓国の記事にも、はい、さっき岡田さんが構造的性差別に、はい、明るい方々なのでみたいな言い方をされていましたけれども、うん、はい、多分構造的性差別に明るいとか明るくないとか、女性であるとか男性であるとか、はい、そういう実際の経験のあり方だったり、うん、どの集団に属してるかっていうことが、実際にその、被害をどういうふうに認識するかっていうことがかなり、分かち難く結びついているんじゃないかと思います。このなんか抑圧のアルゴリズムでも、まさに、その、検索結果とか、まあ、その、プラットフォームが、誰のためのインターネットなんだみたいな議論の中で、うん、明確には書かれていないけれども白人男性なんじゃないのっていうような、はい、示唆がなされるわけですけど、でなので、その、ビューティーとか検索すると白人女性がブワーッと出てきたりとか、まあ、日本の例で言うとそのジャパニーズガールって検索すると、やっぱりその一時期は、うん女性、女子高生のポルノが大量にヒットしたりとか、あると思うんですけど、じゃあそれを望んでいるのは誰かっていうと、女性ではないんじゃないかっていう感じが。そうですね。望んでいるそれっていうことは、それを収益化できるっていうことですから、うん、やっぱりそう喜ぶ層がいるっていうことですよね。うんなので、インターネットとポルノの結びつきですね。はい、白人男性が主流になってる、インターネット上では、やっぱりその対象になる人たちがいる。うん。そのインターネットが白人男性のためのものだよねっていうのは、はい、他の論考でも指摘されていて、うん、ニューヨークタイムズでも、アーティフィシャルインテリジェンスホワイトガイズプロブレムっていうふうな言い方で、うん、ケイト・クロフォードっていう、人工知能社会学学者って言ったらいいのかな？はい、の人がそういう寄稿をしてます、ね。だから多分、そのインターネットの中で、うん、誰が主流なのか、誰が作ってるのか、はい、で、誰のためのインターネットなのかっていうのは多分、アメリカのインターネットだけじゃなくて、英語圏だけではなくて、多分日本語圏なり、韓国圏なりでも、問題にしていく必要があるのかなと思います。そうですね。テック系スタートアップの集合写真を見ると、男女比の偏りがあるみたいな話と通ずるところですよね。はい、作り手が男性で、男による男のためのみたいなことになっている。このアルゴリズムの差別っていう話と、ディープフェイク、その画像生成 AI のその差別の問題とかが、まあ、今ちょっとごちゃっと当たってしまってたんですけど、はい、ちょっと整理しようかなと思って、今資料を整理してみました。これが正解っていうよりは、論点の整理みたいな感じなんですけど、アルゴリズムをめぐる差別というか、アルゴリズムによって発生してしまう差別をめぐる問題点として、まずそもそもデータセット自体のが偏ってたり間違ってたりすると、特定の人種に対する偏見だったりとか、そういうものがそのデータセット自体に含まれているっていう問題と、それによって
で、ということもあるんですけれども、その訓練データ自体の、傾向を学習してしまうので、うん、偏見がそのアルゴリズムを使うことで評価、強化されてしまう。折りたたまれてしまう。で、あとはその文化的な文脈の欠如ですね。その、まあ、日本のこう芸者藤山みたいなことと近いと思うんですけれども、うん、その民族とか文化について、そのマイノリティであるほど、あまりデータがなかったりして、誤解が蔓延しやすいとか、誤った表彰が起きやすいっていうの問題。それから、内部で何が起きてるかを検証することができない。その企業が公開していない限り、検証することができない。Google のその検索のシステムで何を上位に来させるかっていうと、まあ、明らかにその広告収入の、メソッドというか、バイアスがあるけれども、まあ、それがどの程度、どういう比率でみたいなことが、分解できないので、その問題点を外部から指摘できないっていうようなこと、これがまずそのアルゴリズムの方の問題としてあって、で、ちょっと続けて、このディープフェイク、もう、じゃあこれがディープフェイクになると何なのかみたいなのももう、同じような感じで出してみたので、これも、お話ししちゃいますね。で、技術基盤としては、画像生成 AI と、ディープフェイクって同じものを使っているので、まあ、そもそも、ディープフェイクが起きれば起きるほど、画像生成 AI の問題自体も進化していくというか、まあ、同一の、根っこがあるよ、みたいな話と、あとは、間違った情報が拡散してしまう。先ほど前田さんがおっしゃってましたけれども、この画像などで一瞬で、そのショッキングなインパクトを与えてしまうっていうようなことも含めて、見た人が、それを信じてしまったりとか、まあ、見たことが事実として、その強い意味を持つっていうようなことが起きて、それが、インターネット上で拡散されてしまうということ。そして、まあ、同意がない生成が行われたり、肖像権が侵害されたり、あるいは、そうですね、これはその、先ほどのアルゴリズムの差別の話と通ずるんですけれども、特定の人種や性別についての画像生成をしたときに、まあ、誤ったイメージだったり、非常に何かが過剰なイメージが生成されやすかったりすると。これ自体もそのデータセットが偏っていることが、このディープフェイクの問題にまで波及しているっていうことかなと。あとはそのステレオタイプの強化ですね。さっきのその、差別の強化と同じようなことなんですけれども、この、まあ、既存の偏見が強化されるような可能性が。と、はい。今、アルゴリズムの話とディープフェイクとか画像生成の話って、すごく基本的には重なっているけれども、ちょっとこう、なんか何について話してるのか迷子になりやすかったので整理してみたんですけど、はい、こんな感じでどうですか、ね、はい、大丈夫だと思います。やっぱりその人工知能についてアルゴリズムについて話すときに一番難しいのがこの点で、はい、人工知能とかアルゴリズムとかってたくさんの技術があるわけじゃないですか、うん、それこそ生成 AI とかもありますし、はい、別にこう機械学習みたいな最新、もう最新じゃないかもしれないですけど、うん、最新の技術を使っていなくても、単なる統計的プログラムであっても、アルゴリズムって言ったりするので、うんうんうん、そのあたりの、を、どういうふうに分類するかっていうのは、また別の問題としてあります、ね。確かに。そうですね。その、検索結果の問題、検索システムの問題なのか、その LLM とか、はい、その機械学習の問題なのかっていう、はい、ここが、そうですね。でもなんかこう、雰囲気で問題が伝わっていけば、まずはいいのかなっていう感じがするんですけど、はい。そういう点では、その、大体どういう人工知能であっても、データと、はい、計算プログラムの2つかなって構成されてると思うので、うん、大体こういう問題がありますよって整理するのは、とてもいいと思います。ああ、そうですね。確かにデータと、そうですね。データと計算機に分けると、そうですね。まあ、ただそうですね。データと計算機だけに分けると、今度はその、じゃあ人間が何をしてるのかっていう観点が結構抜け落ちやすいので、うん、それは注意した方がいいかなと思います。確かに、そこに、間にというか、そこの、こう、ぐるぐるサイクルを回す間に人間が入っていて、はい、そこで人間の認識がまた、偏ったり強化されたりして、で、またデータセットに影響して、みたいな、このカスのスパイラルみたいな。そうですね。今起きていて、はい、っていうことですよね。はい。
とても簡単な話ですけど、そもそも人工知能を作られないと利用されないので、ということはやっぱりそのデータを集めて、いろいろチューニングしてる人たちがいるわけじゃないですか。で、その人たちが、一般に向けてリリースして、それで利用客が、出てきてっていう、サイクルになるので、やっぱりその、まあ、巷では、その、制作者だったり、プラットフォームの責任っていうことも、結構言われますけど、個人的には利用者だったり、生データを作るのに、関わった人たちとかも、まあ、重要なんじゃないかなと思っています。そうですね。そう思います。生成してしまうこと、どこまでを罪とみなすかっていうので、もうそれをどんどん緩くし続けると、今回のその韓国のディープフェイクが何も分かってないから、そんな問題ないとは、とまでは言われていないですけど、個人の問題であるみたいなことに矮小化されたり、逆にそのシステムに罪はないみたいなのを両極にそうで陥っすてね。しまうみたいな。じゃあ、ちょっとですね、先ほどちょっと、話題にも挙げていただいたんですけど、前田さんが以前、書かれていた論考で、アルゴリズムによる差別に関する予備的検討っていう、ものを書かれていらして、で、ここで、アルゴリズムによる差別について、どう、判断軸を持っていくかみたいなお話の中で、悪質さに着目するっていうことを言われていたんですよね。で、これが、今回の問題を考えるにあたっても、よく、機械学習の話とか、検索結果とか、プラットフォームの話って、量の問題に集約されやすいというか、一斉に何かを規制するための倫理をどう作るかみたいな話だったりとか、システム自体をどうするかっていう話に行きがちなんですけど、人が何に悪質さを感じるかっていうことを軸に考えていくって、すごく可能性を感じたんですけど、このあたりお聞きしてもいいですか？そうですね。まあ一つ一番最初に申し上げておきたいのが、人々が差別、それを差別だと感じるかっていうことと、まあここで言うとアルゴリズムのアウトプットが本当に、理論的に不当な差別に当たるかっていうのは、実は別の問題で、だから人々がこれは差別だって聞いてるけど、実は差別じゃないっていうケースだったりだとか、逆にこれは差別的だけど、みんなそれが当たり前だと思いすぎていて、全くキレられてないみたいなケースもあり得ます。なので、人々が不当だと感じるかっていうことも大事なんですけど、本当にみんなが差別、これが差別だって言った時に、いや、そう、本当にそうなのかっていうふうに立ち止まるために、そういう理論を使うっていう、のが、まあ、現実的な、解決法かなと思います。まあ、100年前には差別じゃなかったけど、今では差別になってることとかもたくさんあるじゃないですか。だから、実はその、理論的に差別であるって言っても、私たちが差別だと思うかどうかっていうこと、別の問題だってさっきお話ししましたけど、でも、すごく緊密に結びついていることでもあって、その2つを切り離すのは結構難しいです。確かに。10年前の記事が炎上して、降板させられるみたいな。今の感覚で言うと、それはやっぱりダメでしょうみたいなものを、考えると、そうですよね。でも、みんながどう感じるかっていうのを基準に、今は起きている。そうですね。みんながそういうふうに感じたから、もう炎上しちゃって、炎上したから下ろしますみたいなことにも今はなってるわけですよね。そうですね。それで言うと、焼き畑農業的にはなっていきますよそうですね。ね。その観点から言うと、どんなに、まあ、ちょっと極端な想定かもしれないですけど、どんなに小さな誤りでも、その焼き畑農業的に許されない世の中でいいのかっていう話もあっていくと思うんですよ。もちろん差別とか人権侵害とかは許されないことでもありますし、別にそれで降板、今の役
とか役目を考案させられること自体は、はい、正当だとは思います、うん。でもそれがどこまでが正当なのかっていうことも同時に考えなければいけなくて、うん、その人がもう、その考案させられて以降もずっと食い口がなくて、それで、まあいいのかどうかとか、うん、それは活動の場を別に移したら、それでいいのかどうか、みたいな話とはまた別のことになってきます、うん。なるほど。確かに。そうですね。その、なんか悩ましいのは、そのみそぎ、いわゆるみそぎみたいなことではなく、うん、そのみそぎのシステムって、こう、社会学的にも、割と、こう、性差別の構造をはらんでしまうと、あ、そうですね。はい。はい、その女性の方が、そのみそぎがハードだったり、うん、ポーズにさせられたりなんか、うん、みそぎがハードだっていうのと、はい、そもそも、それが罪であるって宣告されるラインが全然違うところもありますよね。うん、そうですね。男性の方が緩くて、まあ、全体的に男性の方が緩くてっていう話だったり。性的逸脱に対するその社会的なみそぎの、うん、苛烈さって、はい、なんか女は即アウトみたいな感じはありますよね。うん、そう考えるとやっぱりその、社会が判断するみたいな、そのクラシックなモデルではなくて、また作り変えていく必要があるんだろうなって。そうですね。うん。先ほどご紹介したコンパスに関する、調査研究の中で、前田さんが、アルゴリズムが人間の取れる行動範囲を提案すると。うん、で、それによって、その、アルゴリズムのアウトプットが人間を通して真実になっていくんだっていうような指摘と、はい、でそれから、アルゴリズム自体が人間に関する知識、知見、うん、知を運用する機構になっているっていう意味で、まあ、アルゴリズムが世界そのものでもあるんだっていう、まあ、一翼を担っているんだみたいなと話があって、まあ、そうすると、なんかこう、それらがこう繰り返されるというか、サイクルを回すことによって、その圧縮された暴力構造が生まれていくんじゃないかっていうような、気がするんですけど、これってどうなんですかね？ちょっと質問がだいぶ抽象的だと思うので、はい、この質問に答えるためには多分アルゴリズムの種類について多分言及しなければいけないと、うん思います、はい。まずコンパスっていうのは何かっていう話からさせていただくと、ね、ありがとうございます。アメリカの再犯リスク予測をするアルゴリズムで、はい、実際の裁判所で、例えば裁判官によって量刑判断を決めるときとかに使われています。うん、で、その、コンパスに関する調査研究は、この本、これですかね。うん、テクノロジーとさ、レーシャルプロファイル。12章に、はい、載っているんですけれども、どういう問題があるかっていうと、コンパスがリスク判定を出すときに参考にしているのが、例えばその人の生育環境だったり、はい、親の振る舞いとかも、はい、含んでいるんですね。ご両親が、収監されたことがあるかどうか。うんうん、なので、間接的に、その人が誰であるかっていうことを評価してしまってる。で、その誰であるかっていうのを、の評価と人種っていうのが結びついていて、うん、黒人の人たちを、不利に、白人よりもですね、白人よりも不利に評価しているという点で、2016年に、プロパブリカっていう報道系の非営利組織によって告発されたっていうような、一連の流れがあります。はい。で、このコンパスの問題点は、まあ、生成 AI ではないので、なんか単なるっていうとおかしいですが、統計的なプログラムなので、いろんな材料をもとに、その人が再犯するかどうかっていうのを評価するっていうアルゴリズムなわけですけれども、うん、それが裁判所の中で、量刑判断に、使われるっていう時には、まあ、ちょっと、自分が裁判官になったっていうふうに想像していただきたいんですけれども、はい、こういうふうに、この人の、リスクは大体これぐらいですっていうふうな資料が出てくるわけですね。なので、その人が、例えば、これまで、重罪とかあんまりしてこなくて、はい、軽犯罪だけで、でも今、量刑判断をしなきゃいけない。うん、でその時に、高いリスクが、自分の前に提示されると、誰でも、ちょっと量刑を重くしたくなると思うんですよ。そうですよね。それはもちろん。はい。というわけで、アルゴリズムは、
世界そのものを作ってる。ああ、そういう。世界そのものというか、なるほど、認識を作っているっていうのは、はい、そういうような特に人間を対象に判断する場合っていうのは、うん、特に、その人についての認識を作り上げる一つの、要因に、一つの材料にもなっていると思います。うん、それは生成 AI になってくると、今度は、本当じゃないような嘘の情報も入ってくるので、その人についての認識をより強くだったり、よりなんか変な方向に左右する、というような問題があると思います。そうすると、そうですね。先ほど、今のそのお話っていうのは、一般の人たちが、そういう画像が生成された、性的な人権侵害にあたる画像が生成されたときに、それが、ある意味では世界そのものになっていくというか、うん、この人ってこういう人だったんだっていうような判断をされて、その人に対する行動が変わっていったりするっていう。はい。2016年から続いてるこのディープフェイクの問題も一番最初は多分そういう問題意識だったんじゃないかなっていうふうに思っています。2016年当時、ディープフェイクとして話題になったのが、当時のオバマ大統領が、はい、本当は言ってないことを喋らせるっていうような問題だったので、はい、ということは本来のオバマ大統領が意図してることだったり、はい、表現したい、政治的思考とは全然異なることが生成されているわけですよね。うん、なので、もちろんその嘘の動画は、実際の、投票の資格を持っている人の投票行動に影響を与える、うん、ということになります。なので、ディープフェイクの一番最初っていうのは言葉が悪いかもしれませんけど、2016年くらいは、はい、政治的な問題としても認識されていたようにも、うん、自由と民主主義。なるほど。今もそうですもんね。アメリカではやっぱり、それで、州法が変わったりとか、ええ、そうですね。やっぱり選挙によって、選挙の結果を左右するがゆえに、ディープフェイクの問題っていうのが規制されていくっていう。はい、そしてですね、なんか生成 AI が進化していくと、法的な規制とか、社会全体でどういうふうに議論を進めていけばいいのか、先ほどのその政治的な部分っていうのは、法的に動きやすいことではあるんですけれども、で一方で一般の人たちの性的な人権侵害みたいなものについては、それを差別だと感じる人が、誰かっていうことも含めて、議論の土台がまだ整っていないようにも感じられて、でこれはどういうふうに、議論を進めていけばいいかなっていう、AI 怖いよねとか、テクノロジー怖いよねみたいなところに陥らずに、会話を進めていくために、何に気をつければいいのかなっていうのを考えてるんですけど、これっていかがですかね？難しい質問ですね。はい。ただ一つの手がかりになるのは、やっぱり個人的にはインターネットかなと思っています。うん、インターネットって、これまでの、書き込み、何のログがずっと残るっていう意味では、うん、私たちの行動を見返したり、うん、当時何を思ってたかっていうことが分かるようにもなっているわけですよね。はい。なんか抑圧のアルゴリズムでもそうだったんですけど、うん、そういう、なんていうか、今まで私たちが何を思ってたかっていうことが証拠になって残っていくので、はい、それを後から見返したときに、あ、これが差別だったんだな。だったり、これ、あれ実は、何とも思ってなかったけど、実は性被害だったかもしれない。みたいな、うん、そういう気づきを提供するような側面もあると思っています。はい、でしかも性被害とか、差別された経験っていうのは、なかなか人に話しにくいものですし、うん、でもインターネットがあれば、身の回りには同意してくれる人いなくても、うん、世界のどこかには、同じことをされた。うん、で、それは今の私はそれを不当だと思ってる。だからあなたのその経験も私は不当だと思うみたいな、そういうコミュニケーションもできるようになっていくと思います。うんうん、私が大学院でインドの、研究を、インドの、武術に関する研究をしてたんですけど、そこでやっぱりジェンダーが割と関わっていて、ケーララ州っていう共産圏の州だったんですけど、経済学とかでよくケーララモデルって言われて、幸福指数が高いと、されていたんですけれども、蓋を開けてみると、DV っていう認識がなかったと。なるほど。で、なので、統計データに反映されていなかったけれども、その認識が広まって、モデルが修正されていったっていうことがあって、
これってやっぱり、情報の力というか、で、私自身も、すごく、地方に住んでいて、で、私がバイセクシャルなんですけど、同じような人が、いない場所だったので、死んでしまうんじゃないか、みたいな 気持ちになったことがあるんですけど、インターネットとか、アプリで、似たような人に出会えたときに、初めて自分の問題が世界につながるみたいな感覚があって。そうですね。性的被害っていう観点から言うと、その典型だったのが、多分、ミートゥー運動だと思うんですよ。ハリウッドで、私が性被害を受けたって言ってツイートしたときに、私もそういう被害があったっていう、連帯の運動に広まっていったわけですけど、多分、岡田さんの事例もそんな感じになると思います。これまで、まあ、ツイッターとか SNS っていうと、フィルターバブル問題って言って、自分たちの好きな情報だけで固まっちゃうから、その人が、なんていうかもう、どんどん固定化していっちゃうんじゃないかみたいな話がありましたけれども、あれも結構、マジョリティ側の意見というか、マイノリティの人たちが、世界とつながる方法が、もしインターネットしかなかった確から、に。で、その他の世界が全部自分にとって攻撃的なものであったならば、少数者の人にとっては、でもインターネットはある種の避難所として機能すると思うんです。そうですね。確かに。だからもしかしたら、そういうふうに、インターネットを使って人々の認識をか、あの、書き換えていけるかもしれないというふうにも思います。人工知能は、これまでの話だと、ずっとその悪い方向に認識を書き換えるっていう話をしてきましたけれども、でも多分悪い方向に認識を書き換える力があるっていうことは、いい方向に認識を書き換える力もあると思います。でもそこで必要なのは、私たちが一体何をいいっていうふうに考えているかっていうことで、実は、これからは何がいいのか、何が悪いのかっていう規範的な方向性がもっと要請されるんじゃないかと思います。なるほど。何が悪くて何がいいのか。その数ではなくっていうことですよね。そうですね。数で言ってしまうと、多数派による差別だったりっていうのを容認されてしまうことになるので。だから個人的にはそこに可能性を感じて規範研究をやっているという感じです。なるほど。先ほどの MeToo の話で言うと、やっぱりSNS での発信っていうのが、すごく意味を成した事例であるとともに、このジャーナリズムも正しく機能したというか、この SNS での問題を見逃さなかったっていう意味で、やっぱり、こういう問題をしっかり発信していくとか、怖いね、みたいな感じで 終わらせずに、結構、みんなが当事者であるみたいな話をしていけばいいんじゃないかな、と。そうですね。みんなが当事者であるっていうのは、私もすごく同意するんですけど、でもそこで難しいのが、みんなが当事者だから、あなたもこれについて発信してくださいね、みたいなふうに、転じる可能怖い性やもあるわけつ。じゃないですか。でも、ああいう運動が、怖いっていう人も一定数いて、でもその人たちに、こういうものに関心を持ってください、もっと広めてくださいって、主張するだけならいいかもしれないけど、強制することはやっぱり難しいんじゃないかなと思うんですよね。なので、みんなが当事者っていうのはそうなんですけど、じゃあ実際どういうふうに変えていけばいいのかっていうのは、私もちょっとまだよくわかりませんというのが正直なところです。確かにそうですね。意識を高く持つとか、頑張るとか、そういうことではやっぱり続いていかないというか、そうですね。で、一人の人が頑張ればいいっていう類の問題でもないので、そうですね。人々の意識を変えるっていうのは。生活に追われているときに、他の人のその差別に関する問題に意識が向くかっていうと、やっぱり向かないですいや、し。そうなんですよね。で、一番便利なプラットフォームを使うっていう意味では、私も日々 Google を使ってはいるので。なるほど。普段使うものから変えていくっていう意味では、みんなが当事者だけど、大手プラットフォームが頑張ってくれっていう。プラットフォームも頑張ってくれっていう感じですね。はい、インターネットは便利ですし、私も日々 Google 使ってるので、Google
は、どうも悪いことをやっていそうだ。でも、だから使うのをやめようって、すぐに抜けられない構造になってしまっています。インターネットは特にそうですね。うん、だから、そこをどうつなげていくか。というか、その、まあ、まあ、プラットフォーム側にどう変わってもらうかというか。そうですね。アルタナティブも作りつつ、このプラットフォーム側に、こう、もっとみんながこう、圧をかけていく手段を考える。そうですね。まあ、圧になるといいんですけどね。そうですね。本当に。うん。そうですね。イーロンマスクとか、なんか、痛くも痒くもなく、ディープフェイク作ったりしてるので。そうですね。うん。暗い感じになっちゃいましたけど最後に前田さんから視聴者の皆さんに伝えたいことがあったらお願いします。やっぱりこういう問題はプラットフォームの問題だっていうふうに思われる人多いと思います。プラットフォームの問題だったり、うん、SF の問題だったり自分とは何か関係のないことっていうふうに思う方が大多数なんじゃないかと思います。でも私個人としてはやっぱり皆さんも当事者なんだなっていうことを別に毎日実践してくれなくてもいいので、頭の片隅に置いていただきまして、たまに考える時間を持っていただくと、なんかもうそれだけでも、ちょっと今後はいい方向に変わるんじゃないかなというふうに思います、うん。うん、そうですね。それが差別だと気づかなかったっていう話がありましたけど、多分気づく人が増えるっていうことが一番、物事の潮目が変わっていく。っていうことでもあると思うんで。そうですね、うん。みんなが悪だと判断するっていう、さっきの話とちょっと矛盾はするんですけど、それでも、やっぱりまずは、センシティブになるというか。そうですね。うん、センシティブであるとともに、自分がセンシティブじゃないかもしれないっていう疑いもちょっと持っていただきたいですね。私もそうなんですけど、もしかしたら私はセンシティブになりすぎかもしれませんし、差別の研究者なので、うん、センシティブになりすぎかもしれないって毎日思ってますし、逆にセンシティブじゃなすぎかもしれないっていう疑いも毎日思っています。まあ、職務だからっていうのもありますけど、はい、生活に追われている皆さんには、そういう自分を振り返る時間を持つことはかなり難しいんじゃないかなとも思いますが、はい。そういうことを発信することにも意義があると私は信じています。はい。ありがとうございます。すごい、まあ、ディープフェイクの問題から始まって、割と、まあ、プラットフォームの問題だったりとか、まあ、テクノロジー自体が持っている、テクノロジーは透明であるって言われているけれども、実は誰かが得をしているような仕組みがあったり、聞こえない声があったりするっていうことを、まあ、多角的に会話できたかなって。はい、思っています。前田さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。本日のポリタスは以上となります。明日も午後7時から配信がありますので、こちらもぜひご覧ください。皆様ご視聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。さようなら。